横浜公園港未来地区のビル群とテント、木下大サーカスは、岡山県岡山市北区に本部を持つサーカス団である。運営は、木下サーカス株式会社が行っている。年間120万人を動員している。1877年に工業市である、木下東十郎が、岡山市西中島に、朝日座を開設したことが起源となる。その後、東十郎に見込まれた、 矢野忠介が木下家に婿養子用入りし、1902年に大連で曲馬団を創業。これが木下大サーカスの原点となる。しかし、その後の日露戦争の勃発に伴い帰国を余儀なくされ、拠点を岡山に移すこととなる。章の内容としては、動物による曲芸、空中ブランコ、オートバイ、ジャグリングなどを取り入れたものとなっている。 また、口述のように、日本古来のクズの葉などの伝統芸を復古する取り組みも行っている。日本国内において移動公演を行っているが、海外とのコネクションも大きく、数度にわたる海外公演を行っている。現在は、サーカスの工業の他にも、木下グループとして、マンション経営や駐車場の所有、口述する野生動物の保護や環境保護活動等も行っている。 木下グループとは読み方が同じというのみであり、資本、人材を含めて関連は一切ない。木下サーカス株式会社、ありがとうございます。